はい、どうも、奥田祐介です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。まあ、甲子園でヤクルト3連戦なんですけど、まあ、一つ目が雨で流れて、で、昨日がですね、まあ、いろいろとこう、まあ、なんていうんですかね、まあ、とんでもない試合というかですね、まあ、まずいプレーが続出をして、まあ、痛い星を落としたというところですよね。で、ただですね、昨日阪神負けた痛かったんですけども、まあ、広島も DeNA も負けたということで、昨日はそのセリーグの、上3つが負けて下3つが勝ったみたいな、そういう試合だったんですよね。なのでそのーゲーム差ね、上3チーム変わってないということで、まあ、阪神からしたら、まあ、阪神すごくね、今調子落ちてきてですね、もう一時そのね、首位貫禄もあったんですけども、そっから先ですね、 DeNA も広島もですね、上がってきそうで上がってこないっていう感じで、まあ、阪神と一緒に勝ったり負けたりしてくれてるっていう感じですから、まあ多少ね、そのゲーム差のあれはありますけども、まあ結局そんなにその、なんていうんですかね、どこかが抜け出すとかですね、どこかがこう落ちていくとか、まあそういうことは、まあ、ないので、まあこれは阪神にとってはまあ、なんていうんですかね、まあまあありがたいというかですね、まあラッキーっていう感じですよね。どっかが今すごく調子よくてですね、バーって走り出したらちょっとそれを追いかけるのは今の阪神ではちょっと無理ですから、一時ね、DeNA が走り出すのかなと思ったら、ね、急に失速をしてですね。で、広島来るかなと思ったら広島も失速して。で、巨人来るかなと思ったら巨人もですね、いまいちこう上に上がってこられないっていう、そんな感じですよね。まあ、なので、こうやって混戦状態になってるっていうのは、まあ、阪神にしたらですね、まだチャンスあるなっていう感じですから、まあまあ、うん。まあ、岡田監督言ってるように、まあ、後半に向けてっていうことになってくるのかなっていうふうに思います。で、今日なんですけども、まあ、昨日ね、変なこう負け方をしたんですから、今日は何としてもね、やっぱ勝っときたいですよね。ホームゲームですからね。やっぱホームで連敗っていうのはやっぱり避けたいというところですよね。で、今日実はその、ナイトゲーム、ナイターは阪神だけで、阪神とヤクルトだけがナイターで、あと5試合全部デーゲームでもうすでに終わってたっていう感じなんですけど、実は DeNA と広島が勝ったんですね、今日ね。まあ、だからまあ、本当に勝ったり負けたりっていう感じですよね。で、昨日はね、DeNA と広島はまあ、はっきり言ったら完敗やったんですよね。もう全然、中日と巨人に全くこう手も足も出ずに負けたっていう感じですから、あんまりダメージなかったのかなっていうふうに思うんですね。で、今日は、接戦をね、2チームともものにしてるんですよね。1点差ですよね、今日ね。DeNA は延長12回まで行ってですね、まあ僕昼間見てたんですけども、当然ね、阪神ファンとしてはこれ DeNA に負けてほしいわけですから、巨人がね、なんとか勝ってくれへんかなと思って見てたんですけども、最後ですね、牧のホームランですね、牧のホームランで1対0で、逃げ切って DeNA が勝ったということですよね。で、広島の方はですね、広島が西川のスリーランでこうね、先制をして、そこに中日がですね、こう追い上げて追い上げて1点差まで迫るんだけども、チャンスでもう1本出ずにこう逃げ切られるっていう、そういう感じですよね。なので、やっぱりね、強いチームっていうのは、こういうね、僅差のゲームも確実にものにするってね、よく言われますよね。強いチームってその負けるときはね、ね、大差で負けると。で、勝つときは、こう、1点差、2点差ね、僅差のゲームをこう、しっかりとものにしていくと。で、勝ち星の数で、やっぱり、上回るのは、やっぱりそういう僅差をきっちりものにしていくチームの方が、勝ち星は増えてくるっていうことですから、やっぱり強いチームはそれ僅差に強いということでいくと、やっぱりね、今日なんか見てるとですね、やっぱりその強いチームなんだな、上位にいるだけのことはあるなっていう、そんな感じですね。まあ、DeNA も広島も一時の勢いないですけど、まあ、やっぱり、まあ、底力というかですね、もう最後の最後にちょっとした差で、勝ちを拾うっていうのはやっぱり上位にいるチームの方なんかなっていうところですから、だから阪神からしたら今日ね、昼間にこの DeNA と広島が勝ってますから、当然ね、阪神としては勝っとかないとですね、ゲーム差がね、また縮まってしまうと。で、まあ1ゲーム差ですからね、2位 DeNA と1位ね、阪神が1ゲーム差ですから、DeNA が勝って阪神が負けたら同率で並ばれるっていうことになりますから、まあ、別に、いつも言ってますけど、今の時点でね、別に首位陥落したって別に、そんなに大きな問題ではないのかもしれませんけど、やっぱりね、勝てる試合はやっぱ勝っとかないといけないということですから、やっぱり今日ね、今日の阪神のですね、ナイトゲームはやっぱり勝っておきたいなっていう、そういうゲームだったかなっていうふうに思います。で、その、一個雨でなんか流しましたからね、その雨で流したところに、もともとこの3連戦で青柳が投げる予定だったんですよね。だからそれを、ローテーションを少しですね、変更をして、青柳を後ろに回したんですね。だから青柳結局ヤクルト3連戦では投げずということで、次の DeNA 戦で投げるのかなっていうふうに思うんですけどね。だから今日は西純也がですね、先発ということですよね。で、ヤクルトの方は高橋奎二ということだったんですけど、その高橋奎二投手ね、ちょっと今シーズンあんまり良くないみたいですね。
阪神はですね、各球団のエース級の左ピッチャーにことごとくですね、今までこう痛い目に遭ってるというか、全然打ててないですね、去年までね。左のいいピッチャーですね。例えば DeNA だったら、その今永とかですね、この辺全然打ててないわけですよね。で、広島やったら床田とかですね、この辺打てないと。で、ヤクルトやったらやっぱりね、嫌やなって思うのはやっぱ高橋奎二なんですよね。その、ヤクルトはいいピッチャー多いんですけどね。でも、まあ、なんとかなるなっていう感じはするんですけども、高橋奎二に来られたらちょっと手も足も出んなっていう、そういうイメージがやっぱりあるので、っていうふうに思って見てたら、今シーズンあんまりちょっとね、その、まあ、WBC にも選ばれて、まあ、少し開幕で、疲労が溜まったのか何なのか、少しね、打ち込まれてですね、防御率があんまり良くないと。で、一旦再調整で降りて、また上がってきて、で、まあ、少し勝ち出したみたいな、そんな感じらしいんで、あんま本調子じゃないのかなと。で、まあ、西純也投手の方も当然ね、上がったり下がったりしてますよね。中継ぎ行ったりね、先発行ったりで。で、まあ、調整しながら、もう一回まあ、先発に戻ってきたという感じですから、当然絶好調だったらね、二人が絶好調だったら、間違いなくですね、こう、投手戦になるというところなんですけど、まあ、若干二人ともですね、投げてみな分からんっていうところがあるのかなと思って見てたんですけど、まあまあ、今日はまあ、西純也投手も、まあ、高橋奎二投手も、まあまあの出来かなっていうふうに、思うんですね。でね、その、まあまあの出来というか、あんまり良くないなと思って見てたんですよ、二人ともね。西純也も、まっすぐの勢いはあるんですけど、その、ちょっともコントロールがあんまり定まってないという感じですね。で、まあ、フォアボールは出してませんから、まあ、デッドボール一個出しましたけど、フォアボール出してないので、その、細かいコントロールがないということですね。その、カウントが不利になったら、ストライクゾーンには投げられるけれども、その、ギリギリのところを狙ってですね、出し入れするみたいな、そういうコントロールはないのかな、というところですね。西純也投手の方は、だからカウント悪くしてヒットを浴びるというのは何回かありましたよね。ただまあ、連打を浴びなかったっていうところで、まあ、失点を許さなかったというかですね。で、高橋投手の方も、そんなにその、だイメージとしてね、阪神ファンのイメージとして、去年までのですね、手も足も出なかった高橋投手のイメージとはやっぱりちょっと、違うのかな。まっすぐもね、そんな、絶好調だったらまっすぐもね、全然打てないんですけど、そこまでね、その手も足も出ないまっすぐではないのかなっていう感じだし、まあ、コントロールもですね、まあ途中良くなってきましたけど、やっぱり最初は少しね、ボール先行で行ったりとかだったんで、まあ二人ともね、本調子ではないというか、どっちかちょっと悪い方かなと思って見てたんですけど、ただまあ 0-0 でずっと行くんで、これはね、その、ピッチャーが良すぎて点が入らなかったっていうよりかは、両チームのやっぱ打線がやっぱ不調っていう、これがやっぱ大きいのかなっていうふうに思います。その、まあ、阪神がね、全然打てないで、ね、点が入らないっていう感じでずっとね、こう、気になってるんですけども、ヤクルトもね、同じぐらいやっぱり、打線の調子あんまり良くないかなっていう、そんな風に、見えますよね。その山田がいないですよね、今ね。山田がいなくて、で、村上が、本調子とほど遠いと。もう成績だけ見たら、佐藤と同じぐらいですよね。村上選手ね。大体佐藤の2割3分ぐらいをうろうろしててですね。まあ、打点もまあまあ、40弱、30何歩かみたいなところをうろうろしてるっていう感じですから、まあ、ホームランもね、佐藤が9本で、村上が12、3本ぐらいっていう感じですから、まあ、同じような成績なんですよね。で、ただまあ、阪神の方は他の選手がなんとか頑張って今、ね、上の方にいますけども、ヤクルトはもう本当に村上、がもうこけたらみんなこけるみたいな、そんな感じになってんのかなというふうに思います。で、で、そこに加えて山田が抜けてるということですから、やっぱりヤクルトの方も少しね、その打線の調子は良くないのが、塩見もいないですね。塩見も今抜けてるしですね。だから今日もなんか言ったら並木が一番、じゃ2番内山っていうですね、ちょっとこの辺、少し苦心の跡が見えるというかですね、青木もいないですよね。青木もいないですよね。で、まあ、オスナ・サンタナは頑張ってますけども、もうヤクルトはそのオスナ・サンタナでしか今点が取れないっていう、そういう状態ですよね。まあ、村上がたまに打つかなぐらいなんですけどね。基本的にはまあオスナ・サンタナ頼みみたいな、そういう感じですね。だから、ランナーを置いてオスナ・サンタナに回すっていう、これがもう今のヤクルトの唯一のですね、得点パターンなのかなというふうに思います。で、阪神の方は今、大山だけですよね。まともにこう、ヒットが期待できるのは、まあちょっとノイジがちょっと上がってきたかなぐらいですけど、阪神の方はランナー置いて大山で回すしか今、もう得点のパターンがないわけですからね。だからその辺がまあ似てるなという感じですよね。で、なので、その、ね、西純也投手も、高橋奎二投手も、そこまで絶好調バリバリという感じじゃないんだけども、その、ね、その、調子のいいと、バッターには打たれるみたいな感じですね。調子のいいバッターにはヒットを浴びるけども、調子の悪い、チャンス作るけども、調子の悪いバッターが来てそこを打ち取れるみたいな、そんな感じでね、言ってたのかなっていうふうに思います。難しいところですね、これね。その、調子のいいバッター、
ッターばっかり並べるとですね、その、なんていうんですかね、その、そこ抜けるともう、下位打線はもう、全く何もできなくなっちゃうっていう感じになりますからね。かといって、その、うまくですね、その調子のいい選手を分散しておくとですね、こう、打線が途切れてしまうっていう。これが非常に難しいところですよね。それはまあ、調子のいい選手を並べたらそこではね点になる確率ありますけど、そこを歩かされたり勝負避けられたらもう本当にもうね下位打線の方はもう休憩できるみたいなことになっちゃいますから、まあこの辺が難しいところなのかな。だからまあヤクルトもオスナとサンタナはね分けておいてますよね。話してね、3番に、サンタナかなで6番にオスナみたいなね分けてやってますね。阪神の方も、まあ今でも阪神はね調子のいい選手がもうほぼいないんで、大山ぐらいかなっていう感じですからね。じゃあこの辺はまあ苦心するべきところかなと。だから今日は左の高橋投手ということで、また1番に森下を持ってきましてですね。で、あとはまあ昨日と一緒ですね。2番中野ですかね。3番ノイジー、4番大山ですね。5番佐藤輝明、6番に、三重ですか。7番に梅野、8番に、木浪っていうですね。こういうオーダーですよね。でまあ、まあこれも難しいところですね。だからノイジーとかミエセスが全然あかんからもうこれ外せよって言っても代わりの人はいないわけですから、まあまあ、小野寺を上げてきてますからね。だからミエセスとかノイジーがちょっとあかんなと思ったら小野寺を使うという可能性はもちろんありますよね。前側もね、当然いますけどね。ただまあその、なんていうんですかね。やっぱりね、外国人選手にその調子を上げてきてもらわないと、優勝争いは難しいっていう、まあそういう岡田監督の判断なんでしょうね。もちろんその、若手をね、育てるという意味で、井上とかね、小野寺とかですね、まあ二軍にいつぼとかね、いますよね、豊田もいますしですね、この辺がある程度こう、成長してもらわないといけないっていうのもあるんだけども、勝とうと思ったら、やっぱり外国人選手が、ホームランをバンバン打ってくれないと、やっぱり打線の怖さという意味ではね、しんどいのかなっていうところですから、今、ノイジーもミエセスもね、打率が2割そこそこで、ホームランもね、4本ぐらいでも止まってますからね、ちょっとこれを打破してもらわないと、優勝争いの上ではきついのかなっていうふうに思ってると思うんですよね。だから最近はもう近本が抜けた後はですね、もう両翼ずっともうノイジーとミエセスね、両外国人をその両翼に置いてですね、まあ、これ戦ってるという感じですね。だからこの辺がまあなんとかですね、もうあと一人二人外国人含めてね、あと一人二人、調子上げてきてくれればですね、もうちょっと点が入るのかなと。本当に4月の春先のですね、全然点が入ってなかった時みたいな状態に逆戻りしてますもんね。5月は、上がってきたんですね。打ててなかった人が上がってきてですね。だから近本中野、ね、ノイジーも打ってた、大山も打ってた、佐藤もね、5月は打ってましたよね。で、6番に、たまに入るね、井上とかですね。この辺がまあ活躍してたわけですね。森下とかね、さよなら打ったりしてましたから。だからこの辺が、今、軒並みも近本がいなくなった中野もちょっとね、近本がいなくなったら、なんかこうね、しわ寄せが中野に来てて、ちょっとね、マークもきつくなってるし、ちょっとしんどくなってると。で、ノイジー落ちてきた。大山はちょっと頑張ってますけど、佐藤がね、ちょっと重傷っていう感じですからね。だからこの辺が、あと一人二人ね、なんとか、復調をしてきてくれないときついんじゃないのかなって今日見ててもね、思いましたよね。ヒット出てるけどね、全然こう、繋がらないんですよね。大体その、打線が繋がらないっていうのはね、まあ今日ヤクルトも阪神も打線繋がらなかったんですけど、もちろんチャンスでも、一本打てたら、まあ、当然点入るんですけど、要するにそのまあ、機会が少なすぎるんですよね、機会がね。その、チャンスで、ここで一本出たら点入るっていう場面がですね、試合の中で1回とか2回しか来ないわけですから、それはね、その1回とか2回をものにせないかんっていうのは、プレッシャーもかかるしですね。それは相手はここは何とかしても、で、頑張って抑えるんだっていうふうに来ますから、やっぱそう簡単にはいかないですよね。その、打線が繋がらないというのは結局そのチャンスの回数にやっぱなってくると思うんですよね。確率の問題ですからね。チャンスが一試合に3回、4回あれば、そのうちの1回、2回ね、打てばですね、そこで点がポンポンと入るわけですからね、3点、4点になるわけですよね。ところがその、一試合の中で、ここで1本打ったら、点入るよっていう場面が1回しかなかったらですね、それはそう簡単には、点にならないと。単純にですね、打率3割の人がですね、打つとしたらチャンスがですね3回来たらそのうち1回打てるかなぐらいだと思うんですよね。ということは1試合にチャンスが3回来ればですね、まあ1回は打てるという感じですね。ところが1試合にですね1回しかそのチャンスが来なかったら3試合に1回しか点入らないっていうですね、そういう計算になる。今の阪神そんな状態ですよね。その打線がつながらないとかですね、チャンスに1本出ないっていうのはですね、まあもちろんその極端にチャンスに弱いとかね、なったら別ですけど、まあ、確率の問題ですから、打線が繋がらないというのは、要するにチャンスが少ない、ね、出塁が少ないっていう、まあ、それがまず一つの原因かなというふうに思います。
だからやっぱりね、1番、2番はやっぱり出塁をもっともっとしてもらわないといけないし、っていう感じですね。それから3番のノイジーもですね、1、2、3番はやっぱり出塁をね、やっぱり念頭に置いてやってほしいな、っていうふうに思うんですよね。そうすると、一試合のうちにですね、まあ、ランナー置いて大山っていう場面が2、3回作れると思うんですよね。そうなってきたら、もうちょっと点入るのにな、というふうに思うんですけどね。この辺がね、ちょっとその、どうなんかな。今日ね、勝ちましたけど、結局これホームランでね、1点取った。まあこれ森下のね、ホームランです。見事なホームランなんですけど、結局繋がっての、あの点じゃなくて、ね、ソロホームラン1本で勝ったっていう試合ですから、ちょっとね、まあ、今、ヤクルトは、調子がね、あの打線の調子良くないからゼロでいけましたけども、次のカード DeNA ですからね、DeNA も少しちょっと今打線少し低調になってきてますけど、やっぱりヤクルトと比べたら DeNA の方がですね、よっぽどこう、打つわけですから、ってなったら0点で抑えられるって、そう簡単にはいかないわけですよね。ただやっぱり打たないと勝てないわけですから、もうちょっとやっぱり打つ方がですね、まあ、頑張らないとしんどいのかなというふうにも思います。はい。で、まあ、だから展開としては今日ずっと 0-0 で行くので、まあ、振り返るところも何もないんですけどね、阪神途中で満塁のチャンス作るんですけど、ここで、だからさっき言ったその、ここで一本出れば点入るっていうのは、今日はこの1回ですよね。この1回しかなかったというかね、それも2アウトからね、満塁のチャンス作って、ここで、中野選手が打ち取られて点にならずだったんですけど、本当はこういうですね、チャンスを、あと、まあ、1回、2回ぐらい、だいたい1試合で2、3回やっぱ作らないと、しんどいのかなっていうふうに思います。で、結局今日ね、これもその、9番の西が、今日フォアボールとね、ヒットでこう繋いでチャンス作ってるわけですから、やっぱり野手がね、もうちょっと頑張らないとなっていう感じですよね。まあ、特にやっぱりね、やっぱり気になるのは、佐藤ですかね。ちょっと重症ですよね。今日もですね、その、本当に、もうね、ストライクの球見送って、ボール球振って三振とかですね、何考えてんねんみたいな、そんな感じの、バッティング内容がですね、非常に多くてですね。で、もう日に日に悪くなってるような気がしますよね。その、2軍で調整して1軍に復帰して戻ってきて、最初はいい感じで振ってたんですよね。2試合目にヒットも出てですね。なんかね、調整きっちりして戻ってきたなと思ったんですけど、なんか試合見るたびにどんどん悪くなっているっていう感じですから、これはもうですね、なんて言うんでしょうね。おそらく、まあ、技術的な問題ではないと思うんですね。技術は当然あるからホームラン打てるわけですから、技術はあると思うんですけど、もう体力か精神力かどっちかがね、多分弱すぎるんでしょうね、多分ね。打たれ弱すぎるんだと思います。まあ、体力っていうのはまあ1年間戦う体力ですよね。だからへばってきて、こう、ね、ルーキーの年もありましたけども、最初はいいけど、もう体力がね、きっちりあるときはいいんだけども、少し疲れてきたら、パフォーマンスがガクッと落ちる。もしくは、打てないのが続くとですね、精神的にこう、落ち込んでいって、それがパフォーマンスにも影響するっていうですね、そんなどっちかでしょうね。だから今日見てるとですね、本当にもうその、なんていうんですかね、もう三振してもですね、もう何考えてるのかわからないようなもう表情ですよね。もう精神的にだいぶやられているのか何なのかわかりませんけども、もうこの辺がちょっとね、やっぱりその、もう少しこう、打たれ強くなっていかないとダメですよ。やっぱ精神的にもそうだし、体力的にもそうですよね。だからもうこの辺はもう練習するしかないわけですから、これはもうね、周りがどうこうするわけじゃないですよね。そのね、佐藤がね、ここからさらに、この今の壁を打ち破ってですね、成長しようと思ったら自分でやるしかないわけですよね。コーチがどうこうとか、監督がどうこうとか、そういう話ではないですよね。プロですからね。あくまでこれ個人事業主ですから、自分で自分のことをやらないといけないわけですから。よくね、そのコーチがちゃんと指導せえへんからや、みたいなこと言う人いますけど、それは違いますね。あれ、自分でやるのがまあプロですからね。ね、メジャーリーグなんか行ったらコーチは何もしないわけですよね。まあ当然見ててですね、見ててこう、今選手がどういう状況かっていうのは当然把握してますけども、いろいろね、ああせいこうせいっていうことは言わないと。聞かれたら答えられるようにしとくっていう、そういうのが基本的なスタンスだし、やっぱプロはやっぱそうあるべきだと思うんですよね。その、あれでしょ、その部活の野球はまた違いますよ。それはもうちゃんと、あれ教育ですから手取り足取り教えないといけないし、当然何も知らない状態で入ってくるわけですから、安全のためにもきっちりとした、基本的な、まあ基本ですね、基本はきっちり教えるというのは、当然アマチュアとかですね、クラブ活動だったら必要だと思うんですけども、プロはですね、それぞれのですね、まあもう基礎は当然出来上がってる状態で入ってきますしですね、例えばコーチの言うことが 100% 正しいとは限らないわけですよね、当然ね。例えば10人おったら10通りのですね、考え方とかやり方でやって結果残してるわけですから、例えば A さんと全く同じことをして A さんと同じ成績残るかって言ったら残らないわけですよね。当然自分の、まあ、なんていうんですかね、
体にあったというかね、当然あの体型も体格も違えば骨格も筋肉のつき方も違うわけですよね。ってなったら、ね、そのすごいこうね、あの現役の時にですね、成績を残している人が、たとえね、コーチをしたとしても、その人と同じことをしたって、同じ成績にはならないんで、結局自分で探すしかないわけですよね。もう、すべての壁は自分で突破していくしかないわけですね。よくあるのが、その、いろんな人にいろいろ言われてですね、で自分を見失って、潰れていってしまう人っていうのもいるしですね。この辺難しいところですね。あの、頑固になりすぎて誰の言うことも聞かないっていうのでもダメだし、かといって周りに影響を受けすぎてですね、コロ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 自分のあれを変えるっていうのもダメだし、だからその辺をうまくできる人が、一握りの人がですね、プロでこう、スーパースターになっていくのかなという感じですね。だから今、岐路に立たされてるわけですよね、佐藤はですね。素質は間違いないですね。あの、どう考えてもですね、新人の年から2年連続で20本ホームランを打った左バッターって、あの、史上初ですから、当然この時点ですごいわけですよね。で、その、大卒でね、入ってきた、例えば、阪神で言ったら金本とかですね、まあ、よその球団で言ったら柳田とかですね、まあ、吉田正尚もそうですよね、山川とかですね、この辺だって、1年目、2年目、そんなに活躍してないわけですよね。やっぱり、大卒でね、5年、6年やってですね、今のすごいですね、数字を残せるようになったっていう人が、まあ、ほとんどなわけで、まあ、もちろんね、大卒ですぐ活躍する人もいますけどね、高橋由伸とかね、村田修一みたいに、大卒で急にね、あの、活躍する人もいますけども、大体その今スーパースターになってる人だって大卒で5年6年やって、その成績をですね、こう上げてきたっていう人がほとんど。そう考えると、佐藤はですね、もうその辺ぐらいの状態に最初の年からいたわけですから、すごいのはすごいのは間違いないんですよね。これを自分の力で、この壁を打破してですね、こう駆け上がっていけるかね、上のステージに行けるかが今そのね、分岐点に立ってるんだろうなというふうに思いますから、ちょっとね、この辺はもう佐藤が自分でこう打破していくしかないのかなというふうに思います。だからそれをですね、まあどういうふうにこう見せてくれるのかっていうところですよね。まあ、ただまあでありながらですね、その当然チームが勝っていく必要もあるわけですから、全然打てない人間をですね、あのそのうち成長するやろいうてこうずっと使うっていうこともできませんから、この辺がね、まあまあ、岡田監督がですね、どういうふうに佐藤を使っていくのかっていうのも一つこう、見どころかなと。今日もね、その佐藤に一本出てりゃ展開全然変わったのにっていう場面がいくつもありましたですね。なので、ちょっとね、その辺がどうなっているのかですよね。その佐藤がどういう考え方で今打席に入っているのか、プラス岡田監督がどういう考えで佐藤をこう起用しているのかですね。この辺は結構ね、重大やと思う、重要なことだと思うんですね。今年優勝できるかどうかにも関わってくるし、その向こう数年間の阪神をですね見据えた時に、佐藤をどう扱うかっていうのは非常に重要な問題だというふうに思うんですよね。でこれも難しいところですよね。そのものすごい素質あるから、ね、無条件で使うっていうのがプラスになる時もあれば、結局ですね素質あるけど全然ダメだったよねっていう人も今までいっぱいいたわけですから、全然ね、それは、で佐藤を使ってたらその分他の選手出てこれないわけですから、もしかしたら佐藤を使わずに別の選手を使ったらその人の方がスーパースターになる可能性だって当然あるわけですよね。アマチュアで無名でプロでスーパースターになる人だって当然いるわけですから、だからこの辺が、どういうふうにですね、考えていくかですね、見ていくかっていうことだろうなというふうに思います。ただ今のままではちょっとね、打てないのかなというふうに思いますから、ちょっとね、この辺、例えばスランプに入った時にどういうふうに抜けていくのかっていうのもやっぱり自分でこうね、考えていかないといけないのかなっていうふうに思います。やっぱりその、例えばその大山なんかもね、若い時は全然ね、そんな、ガンガン全然佐藤に比べたら打ってなかったし、スランプに落ちたら全然ね、ダメっていう時期が長かったですよね、大山もね。でもやっぱり年ちょっとずつ成長して、今年なんかは、スランプに入っても比較的短い段、あれで、また、調子の波を上げてくるっていうふうにもなってますしですね、大体コンスタントに、大体一定のですね、大体のアルゴリズムとかバイオリズムでこうずっといってるっていうですね、やっぱりこの辺は何年も やりながらちょっとずつ身についてきたことなのかなというふうに思いますから、だから佐藤はね、だから生地素質があるだけにですね、普通の人が5年6年かけてやることを1年目2年目でいきなり要求されてるわけですから、しんどいのはしんどいの分かってるんですよね。分かってるんですけども、まあでもそれはもう宿命ですよね、宿命ですよね。ドラフト1位でスーパースターで入ってきたわけですから、まあそれはね、自分でこう向き合って、こうやっぱ打破していってもらわないといけないし、それをどう乗り越えていくかっていうところにファンはですね、こうドラマを感じてですね、よっしゃ応援したろうっていうふうになるわけですよね。なので、
まあね、それはまあ打てないこともあるかもしれませんけど、で当然ファンはですね、当然ヤジを言うわけですよね、阪神ファンはね。阪神ファンはその阪神が勝つことを望んでるわけですから、阪神が勝つためには打ってもらわないといけないわけですから、打たない人が試合に出てたら阪神が勝てなくなるわけですから、それは当然打てない人には当然ヤジをね言うわけですよね。その、まあ、阪神ファンにもいろんなね人がいまして、阪神の球団が勝つことをが大事な人とですね、その選手のファンの人と いると思うんですけども、例えば佐藤選手のファンの人はですね、佐藤が打てようが打てなかろうが応援するよっていうスタンスだと思うんですけども、阪神のファンの人は佐藤が打てないやったらなんで使うねんっていう風になるわけですから、打てへんやつ使うなよっていう風になるわけですから、当然ヤジを言うわけですよね。なんで打てへんのに出てきてんねんっていう話ですから、だからこの辺はやっぱ乗り越えていかないといけないわけですから、もう全部含めてですね、普通の人が5年6年でこう降りかかってくるですねものを、佐藤は1年2年でこう全部一身に受けてるっていう感じですから、しんどいのはしんどいと思いますけど、まあでも頑張ってもらうしかないわけですから、まあ今ねぶつかってる壁をどう乗り越えていくのかっていうのはちょっとね、注目して見ていきたいなというふうに思っております。はい、ということで今日はこの辺りにしたいというふうに思います。まあこれで結局まあ阪神も一勝一敗ですからね、まあなんとかねしがみついてるなっていう感じです。だからやっぱりその明日休みですけど、その次の DeNA3 連戦ですね、これがやっぱりちょっとね、まあ一つのポイントかなというふうに思います。前ね、横浜で3連敗してますからね。で、今度は阪神のホームゲームですからね、久しぶりに倉敷でもやりますしですね。で、ここで青柳が投げるということですから、ちょっと楽しみにしたいなというふうに思っております。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。